今日おいでのお客様の中で一番可愛い坊やを選んだわけでございます。もちろん冗談だから気にすんな。僕年いくつになりましたか？12です。12歳。まあお若く見えますわ。これは何か知ってるか？バケツだそうです。12歳だけあって非常に物分かりのいい坊や。この手品ね、僕だけ種が分かんのよ。どっかで、で途中で種が分かっても分かったって言っちゃダメなの。最後まで分からないような顔をして手伝うの。いい？頼りにしてます。その辺の空気をつかんでって言ったらね、その辺の空気をクッとつかんで、この空気をこの中に入れる。この辺って言うとこの辺をキュッとつかんで、この空気をバケツの中に入れる。分かった？試験的にちょっとこの辺つかんだらね、はい、この中、はい、この中に入れる。これ何？500円玉だそうです。今度はこのところ、はい、どっこいさーのポン。今度はこのところ、はい、おぴょぴょのピン。今度はこの辺です。ギーチョンチョン。だいぶ上手になりましたわね。明日から一緒にやりましょうよ。僕は今この500円玉持ってるかい？持ってない？嘘言っちゃダメよ。ちょっと失礼、ごめんなさいね。これは何？嘘言っちゃダメじゃないのよ。今ここにあったのがへそくりでしょ。その辺からもう一枚掴んでらっしゃい。どこでもいいから、はい、掴んでらっしゃい。早く早く、そうそうそう。溜まったからちょっとお預けします。受け取ってください。移すわよ。はい、移すから両手で受け取るの。そう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 、はい。何枚あるかちょっと数を勘定しましょう。目下計算中でございます。何枚ありつるや。こっち見て、何枚ある、もう一回数えましょう。9枚、9枚です。じゃあついでですからね、もう一枚掴んできて10枚と、こういうことにいたしますから。まずはその、まだ早い早い。ダークさんがやりなさいってやるのよ。私の方にもいろいろ都合があるんだから。持ってる足全部この入れちゃう、うん、それからならどっか掴んでみる。掴んできてらっしゃい。はい、掴んでらっしゃい。はい。出ないってことはないんだけど、変だわよ。ちょっと手を見せてごらんなさい。あら、手にくっついてるんだよ。僕バケツの上で手をこう振ってごらんなさい。落ちるから。はい、10枚たまりましたから、数を勘定して僕にお預けしますからね。お手手をこういうふうにしてお水飲んできて、で10日でいるとすぐ蓋をパッとしちゃう。蓋をしないと手品のお金は空気みたいなもんだから、ふわーっと消えてなくなるの。なくなったら弁償よ。1、2、3、4、5、6、7、8、9と蓋をし、真正面向いて前の綺麗なお姉さんの顔をじーっと探すんじゃないわよ。綺麗なお姉さんの顔ってどこに行くって、何の女の子だ、気悪くするよ。ちゃんと見てなさい。いいですか。ワン、ツー、スリー。お金ありますか？ある。よかったね。僕に10枚確かお預けしました。どうもありがとう。一つずつつまんで10枚入れてください。数を勘定しながらね。1つ2つ4つ5つ6つ7つ8つ9つ。どう？ありがとうね。僕は手品お好きですか？そうですか。これからまだね、まだたくさんね、手品がありますから、お友達と一生懸命お手手を叩いて最後まで見てくださいね。どうもありがとうございました。はい、坊やの皆様、拍手差し上げてください。どうもありがとう。気をつけてください。はい、以上、持ってたわけもこちら、今日はこれでおしまい。